和島美希は、日本の政治家。衆議院議員、山形県議会議員を務めた。山形県酒田市大宮生まれ。成果は農家。酒田市立基城小学校、酒田市立第三中学校、山形県立酒田東高等学校、日本大学芸術学部放送学科卒業。酒田市立第三中学校在校時には、生徒会長を務めた。 1995年、地元、坂田市の企画制作会社に入社し、2002年まで勤務した。2003年4月、山形県議会議員選挙の坂田市選挙区から民主党公認で出馬し、初当選した。初当選時は、山形県議会で唯一の女性議員であった。2007年の県議選で再選、2期連続のトップ当選を果たす。 2009年、山形県議を辞職。同年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に民主党から比例党北ブロック単独で出馬して当選。2010年、民主党山形県連会長に就任。2012年7月、県連会長を退任し、会長代行に就任。同年8月、次期衆議院議員総選挙において、 山形3区からの出馬が内定し、公認を受ける。2012年9月民主党代表選挙では、同じ山形県選出の加野道彦の推薦人に名を連ねる。同年9月26日、安倍都一の辞職に伴う10月の坂田市長選挙に、無所属で出馬する意向を表明し、民主党に離党届を提出。衆議院議長の横道隆弘に、 議員辞職願いを提出し、10月9日付で議員辞職が許可された。同年10月28日の坂田市長選では、山形県知事の吉村美恵子や民主党を離党した参議院議員、船山康恵の支援も受けたが、前副市長の本間正美に敗れ、落選した。投票率は59.32%。2015年8月6月、 本間の死去に伴う坂田市長選挙へ立候補したが、全副市長の丸山イタルに敗れ落選。2019年、2006年、ノーベル平和賞受賞者で、グラミン銀行創設者のムハマド・ユヌス氏の日本組織として設立された、一般社団法人ユヌスジャパンの事務局長に就任。ありがとうございます。